リニューアル前の駅車章、佐護し方から見たホーム前景新高徳駅は、栃木県日光市高徳にある、東武鉄道絹川線の駅である。駅番号は、t n 53。2019年度の東武鉄道の鉄道事業設備投資計画によると、大谷向き絹川温泉間昭和レトロ化工事の一環として、2019年度中のリニューアル工事が行われた。 島式ホーム一面二線を有する地上駅。上下列車の交換が行われる。ホーム有効長は6両分あり、現行ダイヤでは、特急、キヌリバティキヌリバティ合図が停車する。キヌ川は、当初より通過している。駅舎は、線路の東側にあり、ホームとは、湖泉橋により連絡している。ホーム及びホーム上の旅客和屋は、下付電気鉄道時代。 1929年の改め記事に建設されたもので、絹川千金大化の姿を今に伝える構造物であることから、東武鉄道振興特駅プラットフォーム及び上屋として、国の登録有形文化財に指定されている。2020年度の1日平均上降人員は249人で、ある。近年の1日平均上降人員の推移は、下表の通りである。 ありがとうございます。